有限会社筑紫の観光バスは、福岡県筑紫野市に本社を置く、貸切バス、乗り合いバス事業者である。福岡県、貸切バス協会加盟。筑紫野市の委託により、筑紫野市、コミュニティバス、筑紫野を運行する。かつては、夜行高速バス事業も行っていた。筑紫野市、コミュニティバス、筑紫野専用車筑紫野市内の主要公共施設、医療施設、 商業施設、鉄道駅などを経由するコミュニティバス。2019年1月4日に筑紫野市役所の移転に合わせて運行開始した。1日9便が運行される。運賃は大人150円、子供、障害者100円。博多駅筑紫口に到着したブルーライナー、大阪市、神戸市と下関市、福岡市を結んでいた夜行高速バス。 大阪市北区と崎に本社を置く、大慶ケ寺商事主催が主催するツアーバス、ブルーライナーの一商品として運行していたが、高速ツアーバスの乗り合い化に伴い、2013年8月1日から乗り合いバスに移行した。全区間の所要時間は、博多発が9時間55分、天王寺発が10時間20分。一般的な座席配置のハイデッカーと入れなし4列シート車を、 使用していた。移行前と同様、OK 商事が運営する予約サイト、ブルーライナーで予約を取り扱っていたほか、楽天トラベル、アミーファクトが運営する予約サイト、アミーゴ、自社が独自に運営する予約サイトでも予約を取り扱っていた。福岡発2014年8月29日、大阪発2014年8月30日発を最後に運休した。 路線自体は2020年より一部、停留場所変更の上、森山観光バスにより運行再開。貸切車貸切車一般貸切のほか、特別支援学校のスクールバスの運行委託を受けている。4社とも、つくしの観光バスと同一に本社を置く。ブルーライナーは2020年7月22日より、京都、大阪、神戸下関、福岡。 糸島間の路線として運行を再開するが、運行会社は当社ではなく森山観光となる。ブルーライナー、福岡便運休のお知らせ、ブルーライナー .com2014 年8月25日。ありがとうございます。